おそらと、フィジーク界最強のバルク、ジンです。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。今日はそのあ、早くその前に、はい、おめでとうございます。あ、それを今日は報告しに行きましょう。関東クラス別優勝で、はい、いや、なんとか大健闘で勝つことできました。いや、もうぶっちりで俺ビビった。 SNS にアップしてるのはちょっと持ってますけど、でもやっぱりいい感じに体、いや、すごかったね。俺鳥肌立ったもん、あのやっぱ足の感じはね。ああ、となんか背中すげえ強くなったなって見てて思った。なんか自分背中結構強いかもっていうのを去年ぐらいから知り始めて、なんか自信を持ってトレーニングを、はい、そもそもデッド300キロ以上上げてる時点で強いのよ。ああ、そうですね、はい、ってことで、まあ、今日はその優勝報告なんですけど、はい、ちょっと悩んでることが一つあって、はい、悩み、はい、彼氏の相談とか俺受け付けないよ。大丈夫、彼氏も自分で何とかやってきますんで自分で何とかやってきますんで。1年で3試合戦うってのが初めてなんですよ。なるほど、連戦ね。連戦が大変で、2試合までは頑張れたんですね、うんうん、で関東クラス別終わった後、急に集中力のなんか糸がぷっつり切れちゃって、うん、日本クラス別が1ヶ月半後に あるんですけど、うん、なかなか気持ち入らなくって。なるほど。ジンさんも多分連戦することはあるじゃないですか。しますね。で、そのメンタルの保ち方だったり疲労の抜き方とか、うん、そういうのはどういう風に対応されてるのかなっていうのをちょっと相談したいなと思って、うん、今日は、まあ、僕も次の東京プロでもう減量、今6ヶ月目なんですよ。あ、じゃあ同じぐらいで、ね、そうで、今回2回目で、はいはいはい、でその後に決まったらオリンピアが11月にあるんですけど、はい、まあ、言うとそれでマックスで3回出ることになるんで、はいはい、すげえ早くんの気持ち今多分同じ感じだと思うんですよ。なんですけど、なんか僕的にはなんか自分の機嫌って自分で取るしかない。そうですね。で、結構俺もそうだったんだけど、去年まで1年に1回しか大会出てなかった。はいはいはい。そうすると1つの大会に対しての1球入魂みたいな、これ外したら終わりだよねみたいなのプレッシャーをかけすぎちゃって、はい、逆に疲れちゃった。それが今年自分のミロシコーチに何個か出て、でやっぱりその決まるときは決まるし、その時のやっぱ審査員にも全然ジャッジ変わるし、その時のまあ自分のどんだけいいって言ってもコンディションやっぱり外したりもするじゃん。だから結局は1年の間である程度、例えばだけど、もう最低でも3回戦うとか、はい、なんならマックス5回まで行くよとか、はい、その中で要は1回決まればもう俺らだったらオリンピアに行けるから、はい、早くも多分今回関東で優勝したけど、別に3位だったとしても日本クラス別は出れる。出れますだよね。出れます。で全部で多分優勝狙いに行くとやっぱ疲れちゃう。それ山本先生もおっしゃってて、そうだんだんとギアを上げて、そうそうそう、最後にトップに乗ってくるみたいな。そう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 。確かに神奈川も取りたかったし、うん、だから狙いに行って、そうそうそう、関東クラス別も勝ちに行っちゃって、うん、まあ、成績は出たんだけど、そうそうそう、その後がなんか急になんかもう、なんか簡単に言うと、ハー君は多分最初のやつで、まあ、それなりに多分 85% か 90% ぐらい出しちゃった。感覚的には85ぐらいだよね。で多分関東でもう 120% 出しちゃった。簡単に言うとそこでしかも優勝しちゃったから、ちょっと燃え尽きじゃないかな。あ、やりきったなってもう一回言っちゃったもん。あ、言っちゃうと。わかる、わかります、うん、で俺の場合は今回今八尾先生に言われてどんどんギア上げていくのがいいって言った通り、台湾に出たおかげで今のコンディションってめちゃめちゃいいね。はいはいはい。で俺の場合はもし台湾がダメでも今年は東京プロでもう打ち抜きに行くって決めてたから、だからなんかそこが本番ってやっぱ自分だから。あ、はいはいはい。そうだから、まあ、もう関東ね優勝して終わった後だから、ちょっとねここから気持ち切り替えてって優勝しちゃってるから、ね、言っちゃえばさ 120% もう何なの 200% も上出来なわけよ。そこからさらにじゃあ1位狙おう、ギア 120% で 200% 出たのにそこから 250% って言ったらそれは人間だから疲れちゃう。成績にも正直、うん、関東体重別で満足してるでしょ。すごい気持ちよかったし、うん、気分いいし満足しました成績は。だけどこっからまた1ヶ月半かってなると全然入んなかったから、それコーチが米安相談してたんですよ。で提案してちょっと1週間食べさせてって言って、うん、そろそろ相談したら、逆にそれができるなら今やってほしいって。そうだね、早めにやった方がいいです。そう今やんないと休めないですよ。休めない。で今週はもう食べちゃってもう大会の時さなんかもう別人みたいな体に今なっちゃってるんですけど、うんうん、でこの今週が終わったらあと残り1ヶ月なんですよ。でもちょうどいいんじゃない。ここで俺原君に原君を救うじゃないけど言えるのが、俺台湾終わった後1週間、うん、うち4日か5日もう好き放題来る。結
食い倒れ旅みたいな、そう、イバカさんと出ましたもんね。そう、ただ7日のうち4日か5日は好き放題食べたけど、残りの3日だけはなんかカーボちゃんと抑えてる。あ、それが終わって元々の大会コンディションの体重ぐらいまで戻るのに1週間しかかかんなかった。意味わかんない。めっちゃ楽じゃないですか。めっちゃ楽。なんかで俺らが思ってるよりも1回早くももう5ヶ月6ヶ月大会出て体もできてるじゃん、はい、その後1週間崩したところで戻るのが思ってるよね。仲間から10日で戻るって言われたんですよ。そうだけどこんな大会終わって1週間だけオフっていうのはやったことないから どうなの分かんないですよ。絶対戻る。ましてや早くんのあの使用重量と運動量って化け物じゃんの中で、早くんが5ヶ月も6ヶ月も減量ずっとやってきて、もう体つけて優勝までしてて、たった1週間食ったぐらいで戻らないコンディションはありえん。だから結局戻るから、俺的にはその1週間をあのもうどうせさ多分食べながらちょっと罪悪感あったりとかしてるし、俺それを台湾プロの後はもうなくした。今日はとことん何も考えず好き放題食べて温泉入って、うわー幸せだな俺、うわーっての自分の機嫌を取る。ちなみに俺、はい、台湾プロ終わってその後食い倒れ7日のうちに付き合って、はい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 、体重試合コンディション多分88ぐらいまで考えてめっちゃ絞った、はいはい、でも体重測ったのに103キロでも1週間後にもう94キロ15っすか。15グラム、15じゃない、15グラム多くマジっすか。でも俺は思ったのがほぼ水を、うん、含んでるの。じゃあもう想像してる以上に僕食べちゃっていいかもしれない。いい、なんか昨日とか2食に抑えちゃってダメ。だからそれを中途半端にやるから、ね、余計辛くなるし、次に対してのもうこれがいけなくなるから、この期間はもう自分を甘やかそうに極限で。もう仁さんがおっしゃるならもうトレーニングもしてないですよ今週1週間は。もう疲れちゃったから。もう俺思うんだけど、あの他のトップ選手でもそうだけど、あの1ヶ月筋トレやったら1週間に腱とか筋肉休ませるためにやらないっていう選手もいるの、はいはいはい、逆にそれを休ませることによってより筋トレにも身に入るし、よりパフォーマンスが次に上がる。いやーよかった今日相談して。そう、じゃあ全然本当にこれ1ヶ月かかるんじゃないかと思っちゃって。かかんない。まして早くんの使用重量と運動量なら超良い。有酸素も結構やるし超良い。逆になんか失敗談とかないですか、人生。そうだね、やっぱその逆に有酸素やりすぎちゃったとか、制限しすぎて内側から張らなくて絞れてるのになんか絞れてないように見えちゃう。逆になんかね、疲労をためすぎちゃったり、俺も結構トレーニング連チャンで気づくとなんか2週間ぐらい休まずやってたりしちゃったり、それはできないよ。そう、逆に俺は週1は必ず休まなきゃダメだよって自分の中で行かなきゃいけないだと思うんだけど、あえて休む。だからやりすぎよくない。意外と有酸素やるって決めてるんだけど、ちょっともうどうしてもダメだからって有酸素やんなかったら意外と次の日絞れてたりするんだ。そうするじゃん、するじゃん。だからぶっちゃけさ、俺らってなんか普段ストイックすぎて、要は言われなくても休めって言われてもやっちゃってるじゃん。だからあのやんなきゃいけない時に休んだとしてもトータルプラスなんだよ。俺的にはもうこの日はもう完全に休むっていうのを自分の期限自分で取るじゃないけど、とことんそこはあのもちろん気持ちは上がるんだけど振り切って休む。高くいけるよとか絶対出た方がいいよ、絶対優勝できるって言われてもありがとうだけで、やる気はなんかそんなでも自分でちょっと休みに行かないと結局やる気なんないから。結局みんななんかコンディションが戻るかな、食事がどうかなって心配するんだけど、結局把握も知ってる通り一番大事なのって自分のメンタルだ。このメンタルがゴーしてなかったらどんだけコンディション良かったとしてもメンタルがゴーじゃないから結局悪くなっちゃう。だから一番大事なのはメンタルがゴーになって良くなれば体勝手につく。逆なんだ。いやなんか早く食べたくなっちゃったわけ。そう、今週末まで来るんで今日水曜だから水木金、そう、もうスクールで食べてる。じゃあ仁さんからのアドバイスとしてもとことん食べろと。とことん食べて、はい、とことんこの決めた期間はもう自分の機嫌を自分で取ったり、はい、やっぱ健全なメンタルとか頑張ろうってメンタルに体はついてくる。でも体が良くてもメンタルがダメだと絶対コンディション悪くなる。メンタルをまずは良くしたい、はい、よし、じゃあ食ってきます。食べたって思う、はい、約束だよ、はい、食います食います。でしっかりメンタル回復させて日本クロスです90兆頑張ってください、見ててください。仁さんも東京プロ、あと同じぐらいの時期ですもんね。同じぐらい、9月のこれ8、2、7 8月27日。ああ、じゃあちょうど、まあ僕はその2週間後ぐらいだ。2週間後、は
多分場所は京都か、遠い、見に来たかったよな、近かった、まあ、だけどとりあえず頑張っていきますよ、ね、とりあえず今週は息抜きで来るので約束だよ、はいはい、ありがとうございました。じゃあ早くん、はい、何この真面目なんで、いやめっちゃいいじゃないですか、たまにはね、じゃあ絶対カットしないから、いやもうさ東京プロの意気込み言ってください、絶対カットしないんで、これカットやばい、絶対やばいです、東京プロへの意気込みをちょっと絶対カットしないんで、もうぶちまけてください、いい、はい、本気のやつ言っていい、どうぞ、東京プロ、はい、ロードトゥーオリンピア、今年はインフロリダ、俺がぶち抜いて1位になってオリンピアファーストコール、いくぞ。